おはようございます。おはようございます。2月18日火曜日、今左側で壁をカツカツやってるのがレッド君、右でぼーっとしてるのがグリーン君です。今日も双子は元気です。そして今日予防接種ですね。はい、ね、そろそろちょっと意識したさんじゃないだろうかとビクビクしておりますが、無事に終わるといいですね。お食事中のレッド君です。なぜ着替えてるかお分かりですか？お風呂に入ったからではありません。ちょっとね、先ほど汚れて大変だったです、ね、大変だったですね。ね、まあ多分ね、これ見てる方なんとなく分かるでしょう。大変だったといえば、食事を終えてパイナップルで遊んでいるグリーン君です。彼も着替えていますね。何でしょうか？きっとね、もうお分かりでしょう。大変だったんです。そう、彼は今までで一番大変だったっていうぐらい汚れたかもしれません。いや、本当です。ね、でもその代わりに、ね、ちょっとすっきりして笑顔になってますね。あれ、笑わなくなっちゃった。ママが来てる。ママの顔面白くしちゃいない。そんなバカな。髪の毛伸びたでしょ。伸びた。この子たち本当昼そんな寝ないんだよね。泣き虫たちの相手をするのはすごく大変です。二人老人泣いちゃうとね、もうどうしようもなくなっちゃうんでね、おもちゃまみれですよ。興味を示してくれるおもちゃをひたすらあげるかするしかないですね。ちょっとパパ一人なんでね、一人抱っこしちゃうとね、キリがないんですよね。もう抱っこした、もう一人も抱っこしてほしいみたいな、かといってね、今はね、もう大きくなっちゃったから二人同時に抱っこできなくはないんですけど、やっぱりちょっと危ないんですよね。ね、ちょっと二人とも男の子で元気だからね。今パパの膝に乗ってるのがレッド君ですね。で、向こうにいるのがグリーン君。そしてパパの左手で今頑張ってくれてるのがプーさん。早くね、同業者お待ちしております。早く採用されることを切に願ってます、まあね、ちょっとね、ネットでいろいろ探してますから、ぜひね、あのプーさんを助けると思ってですね、ちょっと早く来ていただけると助かります。ママお願いします。